カール・オット・エーレンフリート・ニコライは、ドイツの作曲家、指揮者。1842年に、ウィーン・フィル・ハーモニー管弦楽団の創設、及び、シェイクスピアの喜劇に基づくオペラ、ウィンザーの陽気な女房たちで知られている。5つのオペラのほか、管弦楽曲、合唱曲を作曲している。ウィーン・ラク・ユー・教会大ホールプロイセン王国の、ケーニヒスベルクに生まれた。 幼少の頃天移の才を示し、音楽家であった父親が振動と銘打って売り出そうと躍起になったことから、16歳で親元を離れ、ベルリンのカールフリードリヒ・ゼルターの保護を受けて、ベルリン神宮ンアカデミーの学生として、教会音楽を中心に学ぶ。1831年6月27日に行われた演奏会で、ゼルターとその弟子のフェリックス・メンデルス・ゾーンと共に、 バッハのマタイ受難曲を疎遠したジングアカデミーの学生としてイエス・キリストのパートを歌った。1833年には公共曲第1番を初演するなどドイツでの初期の成功を収めた後にーローマプロイセン大使館付き礼拝オルガニストとなった。1840年代にウィーンに活動の拠点を移しケルントナー東ア劇場の学長に就任した。 特筆すべき活動として、1842年3月に、ウィーン・フィルハーモニー還弦楽団の前身である、宮廷楽団員の自主演奏団体、フィルハーモニーアカデミーによる、最初の演奏会を催している。1844年に、ベルリンの宮廷礼拝堂、ケイニヒリーチ・ホフカペルの学長職を務めていた、フェリックス・メンデルス・ゾーンが退任して、空席となったため、ニコライが、 公認に押されたが、彼自身は、晩年の1849年に至るまで、ベルリンに、生活の拠点を移すことはなかった。期化劇、ウィンザーの陽気な女房たちの初演から約2ヶ月後、ベルリンの王立歌劇場、宮廷礼拝堂学長就任の2日前にあたる1849年5月11日、脳梗塞で倒れて、息を引き取った。亡くなる、数日前に、 黒い線王立芸術アカデミー会員への推薦がなされ、死後アカデミー会員に加えられた。ありがとうございます。